839年の、石版画マクシミリアン・フォン・ザクセンは、ザクセン王国の王太子。全名は、マクシミリアン・マリア・ヨーゼフ・アントン・ヨハン・バプティスト・ヨハン、エヴァンゲリスタ・イグナツ・アウグスティンク・クサーバー・アロイス・ヨハン、ネポムク・ヤヌア・ヘルメネ・ギルト・アグネルス・スパスカリウス・フォン、ザクセン。ザクセン選定校、フリードリヒ・クリスティアンとその日であった、新聖ローマ皇帝県バイエルン選定校カール七世の、 娘、マリア・アントーニアの間のムズオとして生まれた。実質的な三男であるが、末息子であるため作戦選定効果を継ぐ可能性は非常に低かった。ところが二人の兄、フリードリヒア・ウグスト三世及びアントンには男子がなく、しかも兄たちの子供はフリードリヒア・ウグストの娘、マリア・ウグスタを除いて全員が溶接しており、マクシミリアンが 選定効家を継ぐことは1800年頃にはほぼ確実になった。1806年、ザクセン選定効領はザクセン王国に昇格し、マクシミリアンはザクセン王子の称号を得た。1827年に時系アントンがザクセン王位を継ぐと、マクシミリアンは王大使となった。ところが1830年にフランスで起きた7月革命の煽りを受けて、 ザクセンでも革命騒乱が起きると、マクシミリアンは、大井継承権を放棄して、大大使の地位を長男のフリードリヒアウグストに譲った。マクシミリアンは大大使を退いて8年後、息子が大井について2年後の1838年、78歳で、よう去った。1792年、マクシミリアンは、パルマ公フェルディナンドの娘カロリーナと結婚し、 七人の史上、儲けた。カロリーナは1804年に亡くなった。マリア・マーリア・フリーデリケ、アウグスタ・カロリーナ・ルドビカ・ヨーゼフ・ァ・アロイジア・アンナ、ネポム・テイナ・フィリッピーナ・ヴィンセンティア、フランツィスカ・デ・パウラ・フランツィスカ・デ・シャンタル・マリア・フェルディナンダ、1821年、トスカーナ大公・タイコフェルディナンド3世と結婚、フリードリヒア・アウグスト2世・ザクセン王、クレメンス・マリア・ヨーゼフ・ネポムク、 アロイス・ヴィンツェン・ツクサーバー。フランツ・デ・パウラ・フランツ・デ・バロワ・ヨアヒム・ベン・ノ・フィリップ。ヤーコップ・マリア・アンナ・カロリーナ1817年。トスカーナ・タイコレオポルド2世と結婚。ヨハン・ザクセン王。マリア・ヨーゼファ1819年。スペイン王・フェルナンド7世と結婚1825年。マクシミリアンは、エトルリア・オルドビーコ1世の娘で、戦災カロリーナの名にあたるマリー・アルイーザ・カルロッタと。 再婚した。新妻はマクシミリアンより43歳も年下だった。二人の間に子供はなかった。ありがとうございます。